豊タ大区は中華人民共和国北京市に位置するし、かつく、英帝川が流れ、その上に架か,かる六甲橋とその東のたにある、民末の城郭都市の延平城が重要な史跡である。また六甲橋事件の起こった地でもあり、抗日戦争記念館が建っている。花里には、前館時代の猿王、龍剣とその日の領母があり、近くに大法に西官墓博物館がある。 花里にはミニ村の薬王病や、世界の有名な建築のミニチュアを中心としたテーマパーク、北京世界公園もあり、また北口には、チンオカ島がある。北京市の市街地南西部に位置し、東は、朝日区、北は、東上区、西上区、海淀区及び石景山区、西北は、門東港区、西南および東南は、防山区および大港区と接している。 北京の台所である新発地素材市場がある。豊大台は、修来は、京城の菊とされ、新大には、ざみ県が設置された。781年、東町は、ざみ県西部を新たに、優都県が設置され、豊大台中部は、優都県、東部は、ざみ県の管轄とされた。938年、河北に進出した、領町は、麻美県を、 アザミ北県に改変し、1012年には、アザミ北を遠平と石信の両県に分割された。1153年、両朝に代わり、河北を支配した金朝は、石信を太鼓と解消、現在の豊大東部を太鼓県、西部は吉里県、中部は遠平県の管轄となった。秋夜には北部を王山形の管轄に変更されるなどの変革が、 あったが、新末まで添い重ねされた。1950年6月、北京に18区が設置された際に15区に区分され、同年8月には12区に、改唱。さらに1952年7月に12区が、豊田区と改唱された。この節の参考資料北の最上区との境の、連月地,地区には、ターミナル駅の北京西駅があり、区内の豊田駅は、京光線。 京古線などの鉄道が交差する北京南部の重要な交通ハブである。道路整備は北京市の東部や北部に比べ遅れていたが、西四環、西五環などの環状高速道路が開通し便利になった。区内には北京南園空港があり、近年まで軍専用であったが、2005年より軍用航空から誕生した中国連合航空が航空便の運航を開始している。 東京都葛飾区北京市豊田育人民政府、毛誕。ありがとうございます。